放線棒は心のねじれたひねくれ者だ。心の裏ではいつも人間たちを呪い続けていたのだろう。一枚刃の高足田をカタカタと鳴らせながら村々を襲い、人々を襲った。馬や犬を殺し、村中に火をつけて回った。雪深い道のく北上川の上流に小さな寺があった。生まれた時から父親も知らん、母親も知らん、薄のろの大男。当選坊はこの寺へ預けられた。だが子供たちの囃す声だけが耳に残った。お飯ぐらいの焼かせて、薄のろどんばにお湯だ、お飯ぐらいの焼かせて、薄のろどんばにお湯。子供たちからこうしていじめられても、育児なしの大男はただ背を丸めてベソをかくだけじゃった。こうして寺にいる間、一行のお経を覚えることもならず、和尚や小僧に散々いじめられて、とうとうその寺からも追い出されてしもうた。お飯ぐらいの役立たず、薄のろどんばち大入だ。お飯ぐらいの役立たず。ある日のこと、当選坊は観音堂にお参りして100日間のおこもりをした。さすがに無口の大男もこの時ばかりは一生懸命口を聞いた。観音様、どうか裏に10人力、いや100人力の力をくだせ。おら、天下一の力持ちになって、世間の奴らをはっと言わせてやりて。明け方近くになって、当選坊は夢を見た。ああ、観音様が鞠をついておられる。ついておられたマリが当選坊の懐に飛び込んできた。腹の減っていた当選坊はこのマリをむしゃくしゃ食ってしもった。観音様への願掛けが通じたのか、目が覚めてみると体中にムクムクと力が湧いた。わあ、こりゃすげえ。ほら、100年力だ。わあ、観音様、ありがとう。秋になると神社の奉納相撲があった。村の力自慢たちが土俵に上がった。当選坊も自分の力を試したくってうずうずしておった。とうとう我慢ならず土俵に上がると、この役立たず、ドローン、大男を投げられて、ベソかくなよ。気づいてみると浅ましい光景じゃった。何人もの男たちが血を吐いて死んでおった。人殺し、おら、殺すつもりじゃなかっただよ。当選坊はそう言って山へこもった。そうして二度と里へは降りてこなかった。一
人殺しめ、こんなところに住んでおったか。ところがこのねぐらを知った村の若い衆が当選坊の留守にねぐらを訪れ、鍋の中にクソをひった。この時からじゃった。当選坊が見境なく暴れ回り始めたのは、村や町を駆け巡り人や馬を殴り殺し、家に火を放った。旧暦の3月、高清水の天神祭り、ここにも当選坊は姿を現した。桜の木陰に身を潜めてそっと踊り狂う人々を伺っておった。当選坊じゃ、当選坊が現れた。暴れ者の当選坊だ。逃げろ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 。その日から当選坊は自分の生まれた村から姿を消してしまった。それから何年かして当選坊は越前三国の裏に住み着いた。ここには東尋坊と呼ばれる天下の気象があった。当選坊はこの景色が痛く気に入っていた。春竹縄のある日のこと、当選坊はふらりとこの東尋坊に現れた。これはこれはどこのお方か存じませんが、いっぱいいかがかな。さあさあ一緒にどうぞ。当選坊は驚いた。今までは自分を見ただけで怖がって逃げていった人間が、この土地では宴に招いてくれて親切に酒までついでくれるとは。ここは日本一の花見の名所ですでによって意を置きなさった。当選坊は久方ぶりの酒にすっかり酔っ払った。ああ、ええ気分じゃ。遠く空を見上げると子守歌が聞こえてきた。当選坊の灰色の心にほんのかすかにぬくもりがよみがえってきた。当選坊、起きろ。当選坊、当選坊、起きろ。しまった、動けん。うわーい。よいしょ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 。うわーい。くそくそくそ。の怨霊は今も北国の海にさまよっている。人々は毎年春になると荒れ狂う季節風を当選坊と言って恐れた。今も春の盛りに当選坊は